東日本旅客鉄道株式会社新幹線総合車両センター、適正計量管理事業所。新幹線総合車両センターにやってきましたが、やはりここもそうです。なんか変なところがありましたが、気づきましたか？もう一度ゆっくり見てみましょう。あれ、この鉄の感じ間違ってるような感じが。ご存知の方も多いようですが、一応解説します。鉄の感じがこの鉄の感じになっています。鉄は金プラス失うですが、金プラスやになっています。鉄だと鉄道はお金を失う道となってしまいます。それで鉄を金と矢の組み合わせで表しています。金を失う道を嫌ったがゆえの縁起担ぎとされています。今回は新幹線の洗車時間を見てみましょう。時間を計測するためノーカット映像になりますので、ピンボケやブレで見づらい箇所があります。洗車機にズーム。チャンネル登録してご覧いただけると嬉しく思います。ここからノーカットです。洗車スタート。ブラシ回転。放水開始。ワイパーに注目してみましょう。車とは違い、左右のワイパーは交互に作動しています。今回洗車時間を計測している新幹線は E5 系です。2011年に登場した東北新幹線の主力車両です。はやぶさ、はやて、やまびこ、那須野に用いられています。 E5 系が JR 東日本の車両、 H5 系が JR 北海道の車両で、基本仕様は同じです。帯の色がピンクが E5 系、紫が H5 系です。共に10両編成で、グランクラス1両、グリーン車1両、普通車8両です。E6 系7両や E3 系6両と並結して運転することが多いです。コンセントはグランクラス、グリーン車の全座席と普通車の窓側、A、E 席、最前部、最後部の座席に設けられています。一部の E5 系と全ての H5 系には全席にコンセントがついています。全席禁煙で喫煙ルームはありません。最高速度は320キロです。ちなみに E6 系は2013年に登場した秋田新幹線小町用の車両です。7両編成で1両がグリーン車、6両が普通車です。コンセントはグリーン車の全座席と普通車の窓側、 A、E 席、最前部、最後部の座席に設けられています。全席禁煙で喫煙ルームはありません。最高速度は320キロです。また E3 系は1997年に登場した車両で、現在は山形新幹線、
翼に主に使われています。一部のやまびこ、なすのにも用いられます。6両編成で1両がグリーン車、5両が普通車です。 E2 系10両と並結して運転することが多いです。コンセントは新しい車両 E3 系2000番台ではグリーン車の全座席と普通車の窓側 AE 席最前部最後部の座席に設けられています。古いタイプの E3 系にはコンセントはありません。全席禁煙で喫煙ルームはありません。最高速度は275キロです。ここでタイムコードを止めます。この車両の場合4分37秒で洗車完了です。このまま本線へ進入していきました。ここで洗車機を抜けたのでスピードを上げていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。